はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパー野球道18回目ですね、やっていきたいと思います。30試合制ですのでね、今季巨人戦ラストという形になります。では、前回ちょっと最後に言ってましたように勝敗表ちょっと確認させていただきますね。巨人にこれで通算、4勝1敗。あ、そうですね。ごめんなさい。なんか昨日って大変な言い方ですね。前回の時に間違えましたよね。対巨人戦なんか通算変なことを言ってましたけども、正しくは、今回で6戦目なので5戦やって4勝1敗。これで勝ち越し確定したっていう感じですね。すいませんでした。で、パリーグはこんな感じです。近鉄、ダイエー、西武が三つどもえで並んでます。ほぼ団子レースですね。お尻まで 3.5 ゲーム差。まあ、下位 2.5 ゲームですけど、まだ10試合今日あるんで。感じですね。はい、ではいつものように2軍選手を入れ替え見てから上げていきたいなと思います。今日の先発は中西さんかな。あ、檜山さん調子落としてきた。体力値は、和田さん戻ってきて、石峰さんが調子落とした。あらららららら ら, ら。クールボもちょっと調子落とした。平尾さん調子への割には打たないね。石峰さんちょっとお休みしましょうか。和田さん復帰かな。で、今日の先発は中西さんということですね。で、山本さん、あ、間違えた。山本さんは山本浩二さんなんで、山本さんでいいんですよね。打撃9ですね。おそらくミスター赤ヘルの山本さんだと思われます。さあ誰にしよっかな。北川さん、はい、しんちゃんが相変わらず上がらないので、高波さん1番、で和田さん2番復帰で、あ、そっか、カメちゃんがいるからこうだね。で、ヒーアンがちょっとお疲れ気味なので、はい、これでいきましょう。プレーボール。ガイ。ボール。ガイ。さあ、先発は中西さんなんでね、早めのちょっと交代になりますね。まあいつも言ってるあの下柳さん方式ですね。あれ、何してんの。ボール。ガイ。ガイ。ボール。
れあれ、おい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 、フライなのか。弓道くん初回からに失点。ああ亀ちゃん復帰後ナイスヒット、いやツーベースです。高波さんね、うん、好調やからちょっと遅らせるのはやめましょう。ああ見事ですね、左中間へのツーベース。これは乱打戦になれば面白いんですけどね。あ和田さんか。あ1点止まりかな。あ引っ掛けましたね。うん残念、1点止まりでした。ちょっと2回の様子見てもう3回にはリリーフ作っちゃおうかなと思ってます。意外と下位打線好調に抑えればね、また負ける雰囲気そんなでもないんですけどね。まあ、もともとね、ピッチャーゴロファンブルした時点でおかしかったんで、あ、向こう桑田さんだ、あの気づいたんかいなっていう感じですね。桑田さん、好調ではないのかな、ボール球多いですよね。当たりが良すぎてシングルヒット。はい。ナイス。さあここは、セーフティーバンドのエンドラン。あ、そっか一緒か。ダメなんね。一緒にはできないんで。うん、これでいいでしょう。あー素晴らしい。カメちゃん、カメちゃんもっと外野に打ってくれないと。惜しいちょっとショックですなあれは。悪いものにできなかった。で、ヒットサーサーか。あ、そうだ、リリーフつくの忘れてた。やばいことしましたあー、どうしようかな。あー、でもウルミトさん、ちょいと調子、あ、カクイさんもっと、あ、カクイさんじゃない、田村さんもっと悪いね。やばいやばい、つくの忘れてた。あれから和田さんから、ちょっと和田さんの打席終わるまでブルペン投げさせてみましょうか。おお、和田さんの2号ホームラン。タイム。まだ全然出来上がってない。
ライク、バッターアウト、ストライク、ボール、ストライク、ボール。あーでも和田さんのホームランのおかげでなんとかタイム、あれですね、同点に追いついきましたね。覚えとかないとですね、久保さんと田村さんがお休みですね。ボール、ストライク、ストライク、ボール、アウト、チェンジ。あー同点止まりか。ボール、ストライク、ストライク、ボール、ファール、まあ何やかや言うて2回以降は無失点ですからね、中西さんも。勝ち投手ついたところで変えてあげたいな。はい、高村さんを抑え、抑えてくれましたね。ボール、ボール、ストライク、ストライク、ボール、ボール、ボール。はいはいはい、サイン出そうと思う前に打たれたね。ファール、ファール。さあ、デッドボール、ストライク、アウト、セーフ。まあまあ入れ替わりになっただけか。アウト、セーフ、デッドボール。ああ押し出し、ストライク、ストライク、ストライク。まあここで打たんのがグレンか。あんだけ荒れてて1点止まりっていうのもすごいな。ある意味アウト、ボール。ほんと勝ちにくいような設定にされてるよね。よくここまででこんだけ勝てたよなっていう気するんですよね。アウト、アウト、チェンジ。桑田さん続投なんですね。ファール、これはどうそう。あ、一応三塁まで走ってくれましたね。あ、そっか、クールボーちょっと足速いんですよね、この設定では。アウト、アウト。あ、ダメか。タイム。あ、ここで変えてきましたね。誰でしょうか。あ、金太郎さんだ。ボール、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 フォアボール。はい、タイム。思惑通りになりましたね。あ、ランナー三塁いるから間違いなく真由美さんですね。追加点欲しいし、ボール。あ、これですね。タイム。さあリリーフ誰からいきましょう。もう誰だっけな。まあいいや、井上さんでいこうか。ちょい出せんですよ。あ、こんなことだった。アウト。まあちょっとね、いいとこで投げさせて。ダイク、アウト。様子見ましょう。抑えてくれればね、今後楽しみになってくるんで。ちょっと
と2年目のやる気を起こしてくれるかどうかですよね。あ、素晴らしいですね。いいな、三者凡退に井上さん抑えてくれました。あ、防御率6点あったピッチャーとは思えないなんかピッチングですね。これはちょっと引っ張り気味の和田さんらしからなんですけど、いいとこには打ちますね。グレーン頼むよ。あー、ダメか。で、クールボ、一応3割キープしとるんですね。まあ、試合数ちょっと少なめですけど。2回になると調子悪くなるのかな。まあここの回を抑えてくれればあとやりやすくなるんで。ああ、なかなかでしたね。ピシャリと2回抑えてくれましたね。で、北川さんがヒットで出る。これで9番回りそうですね。ゲッツーないので、さあ代打誰行こうかな。おー、なるほど。平尾さんも早い。よし、代打だ。シミネさんが完全な下降線描いてますね。ハーキー、うん、調子悪いけど豊蔵さんでいきましょう。はい、豊蔵さん頑張って。なんか昔みたいに一三塁でねゴロ打った時のあのサードランナーのゴロゴーがないんですよね、このゲーム。まだそういうね、よくやってたのはあのヤクルト時代のあの野村監督ですよね。さあピッチャー2人目、4点差になっちゃったんですね。ということで弓永さんにお願いしましょう。タイム。で、向こう代打か。誰？岡崎さん。ガイ。ガイ。ボウ。ガイ。バッターアウト。ガイ。で、マック。自分でピンチ迎えてますね。なんかフィルバーチです。ホーム投げてるし。あ、危なかった。タイム。天候のピッチャーは石毛さん。ボウボウガイボウアウト。グレンさんが全然打たないね。ガイボウボウアウト。ガイガイ。はい、北川さんナイスヒット。二塁セカンドが走りましたね。ボウガイガイガイ。好調下位打線が出ようとしたら三振しちゃった。
ちょっと守備固めしましょう、いつものように。ピッチャーは変えないですね。もう弓長さんのままでいいかなと思います。はい、守備、セカンド、米崎さん。で、で、しんちゃん入れて、守備変更。で、グレンの代わりにハギ。で、あとは、サードか、サード。これでいきましょう。はい、よいしょ。もう弓長さん2点まではお任せします。アウト。まあ下位打線ですからね。アウト。これ勝てば巨人戦5勝1敗で終われますからね。だいぶ最後の方有利に持ってこれますよね。はい、ということで巨人戦5勝ん1敗で終われたということですよね。18試合目だからそうですよね。はい、他球場の結果ですね、広島強し、ヤクルトオマリー4号で中西さん3勝目で、ダイエロッテは鍋富さんですね。ごめんなさい、うちの猫が泣いております。で、日ハム今崎さん、あ、金石さんがそうか後ろにいますね。で最後、西武近鉄、ね、横田さん。で、近鉄はそうか山崎慎。はい。ごめんなさい。猫が真後ろに。はい、ではごめんなさい。今回はここまでにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。では皆さんさよなら。